はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はマキオの方やっていきましょう。インフィニットジャスティス、アスランが乗ってるということでね、最近遊んでるジオニックフロントにね、ミッキーっていうパイロット出てきたらね、ちょうどアスランの声だったんで、まあ、それで乗ってみたくて来ました。よし、止めた。とりあえずダウン奪って、格闘技ばっかりだな、怖っ。あ、何？防がれた。よし、さあ、向こうもちょっと不慣れな感じがあるぞ。当たれ。よし、当たった。ザイルダウン、ナイス。よし、ここはよっしゃ、味方に倒してもらおうかな。このバイルがどこ向かうかだな。俺の方に来るなよ。あー、やられた。ナイス、助かった。助かったと言える状況じゃないこれは。まずい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 。あ、効いてる効いてる、めっちゃ効いてる。さあ、ここ逃げたいな。ナイス、よーし、これで一気に決めれるんじゃないかな。ガエルはこれで叩き落とす。あぶねー、学生技ぶっぱで迎撃。いいっすねーこれ、ミーティア、かっこいい。結構懐に入られた感じあったけど、ちゃんと当たったわ。よくやったな。私のために尽力いただいたこと、感謝しております。はい、今回は可愛いですね。ラックスをプレイヤーナビにして、戦闘ナビはミーアにしてやります。さあ、やってこう。お、相方がニューガンダムなんて初めてかもしんない。さあ、敵はバエルとフリーダムか。フリーダムの方が相手しやすいかな。バエルはでもバエルも慣れてきたら戦えるような気もするしな。さあ、しっかり相方に突っ込んでったタイミングで一気にやりたいな。とりあえずダウン奪って、よし、とりあえずダウン奪って、ナイスー、いい感じ、ナイスー、いい感じ。おお、怖い、暗い。あー、やっぱりバイル来やがった。狙ってる間に横からぶっ刺してきた。そう、やられた。あー、しまった。そういや、射撃効かねえんだったな。覚醒技、あー、外した。覚醒技なんで外した。あれ、当たんないのかな。よし、オッケー。じゃ、これでバイルの方がかなりプレッシャーかかるでしょう。一発くらいは起きますからね。カス当たりでもいいんだ、あとは。さあ、フリーダムが打ってきますが、バイルはもう後ろ下がってるでしょう。よしよしよし、いいよ。あとはバエルの方をうまくいきたいな。さあ、俺の方もまずいことになってきたが、さあ、こっからだ、一気にいくぜ。危ない危ない、射撃の方が先に入ると思った。いやー、ちょっと際どかったかもしれないけど。頼もしい限りですわ。アスラン、僕たちが戦う理由なんてない。あるさ、お前の力が混乱を呼んでいる。お前が戦いを起こしているんじゃないか。そんな、俺は戦いを終わらせたい。お前を撃つ。
かしあれだな、演習場だといろいろ派生とかも含めてね、いろいろ練習できるのに本番になるといまいちできないな。これより作戦行動に入る。さあそれでは3戦目集大成ですね。ちょっといろいろ練習したから頑張っていこう。ウィングゼロか、こっちはギスね、予測通り3ね。あ、外した。やっぱ動きがいいな。よし、OK。あー、うまくはいかなかったな。まあでもダウンしてる間にもう片方狙っていこう。多分勝者みたいなことしてくるんじゃないの。あー怖え。当たれ、よし、オッケー、よし当たってる、オッケー、ナイス、よしダウン奪って、ナイス、俺もダウン奪われてる。さあ味方の援護もしないとね。やらせるかよ、しっかりカット入れて。あぶねあぶねあぶね、ナイス、いいね、ホットスクラム参加強い、すごい戦いやすい。あぶねあぶねあぶね、当たれ当たれ、よし当たってる当たってる、オッケー、あぶっそ、危ない回転位置してきやがった。ここはしっかり射撃で落として、さあ落ちてきたけど、あっしまった。もうでもリスがミニなので、ここはもう一気に距離詰めていきたいな。もう落とされちゃう。当たれ、当たってねー。さあしかし味方さんしっかり最後決めてくれましたね、ありがとうございました。今はこれで焦らなくて。危険を顧みず私たちを守ってくださったのですね。結局あんまり練習した格闘派生とかあんま使えなかったなうーん、悲しい、そこが悲しい。はい、それではね、今回インフィニットジャスティスの方で遊んできました。なかなかね優秀な感じの機体でしたが、結構プレイヤースキル必要なんじゃないかなって感じがしましたね。なんか無難にまとまってる分、押し付けるような武装とかあるわけでもないし、ちょっと個人的にはもっと技量を上げてからじゃないと乗りこなせないのかなって感じした。で、強みの武装としては特殊格闘ストライクリーダム呼び出ししてすぐメイン入れてくってのと、あの特殊射撃のビームブーメンが優秀かなって感じしましたね。まあサーブの方は当たればダウン取れるんですけど、外した時ね機動力落ちちゃうんで、そこはちょっと痛いなっていう感じしましたね。あとはまあチャージ格闘のシードの使いどことかですよね。初っ端使うのがいいのか、それとも絶妙の場面で追いかけるとき逃げるときに使うのがいいのか、難しいとこでしたね。なんかまあシード使うとスピードアップと、ブースト回復できるってことで、まあブースト使い切って削って、お互い相手とこう対戦の中で削り合ったとこで相手に射撃食らわない位置取りでシード発動ってのがいいのかな、ベストは多分。でも難しいっすよね、一瞬硬直もしちゃうし、そんなうまいこと位置取りできるのかっていうのもあるしな。はい、というわけで、まあ難しそうに感じたけど、まあでもアスランの機体ということで楽しく乗れたんで良かったです。あとはまあ覚醒技、ビームソードのミーティア合体はなかなかいいっすね。結構伸びもあるし、近距離で放っても当たってくれるし、でダメージもまあまあ出ますんでね、なかなか優秀なバーストアタックかなっていう感じしました。まあ皆さんもねぜひ乗ってみてください。次一体何乗ろうかな。ストライクリーダム初期の頃乗れなかったら、こう今の腕多少上がってきたタイミングならこれ乗れんのかな。
それか無難に次フリーダムぐらいでちょっと様子見るか、2500とか2000ぐらいでちょっと悩みますね。少し前にブリッツ紹介されたんですけど、ブリッツ乗ってみたんですけど、なんかちょっとうまく活かしきれないですね。なんか隠密行動がちょっと味方に負担になってるような気もして、ちょっと乗りづらくて今乗ってないんですけど、まあなんかまた面白そうな機体見つけたら乗ってみようかな。うん、はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、また面白い機体あったらぜひ教えてください。それでは失礼します。